YouTube マサガ,ガミリホの YouTuber のすべイェーイということで、えー、本日の、ね、YouTuber さんはよっちチャンネルさんでーすひらがなでよってって書いて あの、小文字で y、y, o, c, c, h, i でね。ちょっと開けて、ch ね。よっちチャンネルさんま、言ったら、よっちよっちチャンネルさんなんですけどもね。はい。と,いとで、今現在ですね、登録者が、なんとね、931名。あと69名で1000人いくんですよだからぜひともね、おすすめしたいと思って、今日の紹介にしました。勝手にやっております。 <laughs> 私、ちょくちょくね、よっちさんとこはね、えー、あのー、ライブ最近やってるんでね、あのー、ロムってますけど、たまにほんのたまにね、ごくまれにコメントはしてるんですけども、はい。<laughs> ま、先日もコメントさせていただいたんですけどね。<laughs> ということで、ちょっとね、あとちょっとだから頑張ってほしいなと思ってね、ほんと、ぜひともね、あと69名なんだからね、ねまさがみちゃんのとこね、4万2000名いるんだから、ぜひともね、できたらみんなで押しかけていってほしい。<laughs> 邪魔し、 しない程度に <laughs> ちゃんと動画を見てね、えー、登録してくださいよ。せっかく登録、あ,のあれなんで、あの説明欄の方にはね、リンクの方貼っとくんでね、ぜひともお願いしたいと思います。はいね、最近ね、やっぱり YouTube 頑張ってる人ね、結構ちょくちょく見ます。まあ、ね、ああねねねののー、昔はは、ね、そんな、ねあのー、わた私はなニコ生の ニコニコ生放送いう時からやってたんですけど、まあ、その時はあまりね、あニコ直しってちょっと頭おかしいみたいな、えそんな言われた頭おかしたこって言われてて、ちょっとね、変な人がやるんやみたいな感じだけど、最近も YouTube はね、こうメジャーになってきまして、普通の人でもね、どんな普通の,あの人でも普通にね、気軽に、あの、なんだろう、そのね、もう動画を上げ,上げるね。まあ子供さんなんなかねあの、学生の こうなんか、小学生も中学生も高校生もパパで開けてますよね。あま大人の方もね、お気軽に言う感じでどん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 開けていっていただきたいと思います、本当と。いうことでね、よっちチャンネルさんね、<laughs> ぜひともね、よろしくお願いしたいと思っております。ね、なかなか、なん、なんていうのかね、あのー、ね、あのー、上げても上げてもね、なかなかね、えー あのなんだろう回らないっていうのもあるんですけどもね、いやまあ、遠慮なさらずにね、<laughs> 頑張って動画を上げちゃってくださいね。で、いろいろね、あのー、なんだろう、ずっとね、えーあの、よっちチャンネルさんショートからあって、ほんで、動画もアップしてね、ほんで、ライブもするようになってって感じで、徐々に徐々に進化しながらね、頑張ってはるんでね、ぜひとも、ぜひともよろしくお願いいたします。<laughs> 頼む登録してくれ <laughs> だってあと69人やから、もう一気に畳み込んでいきたいと思っております、ね。私が畳み込むんじゃないけど、皆さんがね、皆さんがやるんですよ。私はもうすでにね、もう登録してるんでね、ヨッチさんはね、動画も見てるし、ライブも見てるし、ショートも見てるしね、やってるんでね、皆さんもぜひね、お願いしたいと思ってますね、本当にね。まあ、あのー、なんだろう。 ね、いろんなとこ行ったりね、えー、もう食べ物の動画をね、えー、あげたりね、してるんでね。本当にね、なんだろうね。本当にいい。もうバラエティに飛んでるのが好き。どっちかだ私、いろいろバラエティに飛んでる派じゃないですか。だからこうやってね、バラエティで昔はね、私が YouTube 始めた頃はね、もう、もう一つのテーマで特化して、こうガーッといかなきゃいけない。 っていうので、あのー、ね、まあ、あのー、行かなきゃいけないみたいな感じで、出ないと伸びないのと言われたんですよ。でも今はね、いろいろやっても伸びる時代。見て、まさかみなんかいろいろやりまくってんのに伸びてるでしょここ最近も流れ変わってきてるから。っていうのは、個性の時代ね。もう、誰、みんなね、オンリーワンなんでね、あの、そのなんだろう、生き方もちゃうし、生活も違うし、食べの、食べ物を、まあ、 ね、食べ方も違うしね。もう家族も違うし、一人暮らしの人もいたら、大家族で住んでる人もいてますしね。私みたいにね、もうね、えー、もう、二十何年二十五年、単身生活してる人もいますね。周りは別居は別居はゃういうちは単身赴任やって、お前らは別居やって周りから言われるんだけど、いやいや、うち、で、嫁に言うたら、俺たち、あれやな、ね、単身赴任やん。そうそうそう、みたいな。別居とはま違うよね、みたいな。<laughs> <laughs> まあ人によっていろんな見方があるんですけどもね。まあそれはもう本人の自己満の世界なんじゃないかなと思いますよね。うん。まあそんな感じで、まあ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 な。だからいろんなね、あのー、なんだろう、動画の上げ方とか、YouTube のど、ね、そのアップの仕方があっていいと思うんですよ。だからその、よっちさんみたいにね、食べてるところを映したりですね。まああの、なんだろう、美味しそうなものを映したり、ね、島村の動画を上げたりね、普通に公園の動画を上げたり、いろいろ動画、 あげてはるんですよ。だからこういうのがいい。うん。なんかね、その街に行った気分になる。<laughs> たまに、ヨッチさんと隣近所かなって思うときありますからね。<laughs> 全然違うのに場所が。<laughs> もうね、私の住んでるとこね、京都の山奥なんでね。まあ、あの、もう人口をかそってるんで。まだ誰もいないっていうかね。なまあ、何人を、YouTube やってる人は、あ、結構いてるわ。いてるいてるいてる。うん、いてるいてる。<laughs> デンちゃん言ってるでしょほんで、あの、あの、棒が一方的に大好きな、えー、あの、キコ店長ね。一方、それ恋愛とかじゃないでしょキコ店長ね。<laughs> 怒られるかな丸くて可愛い <laughs> 怒られるかないや、ぽっちゃりして可愛いでしょキコ店長。うん。キング屋のね、お姉さんなんですけどもね。えー、キング屋とかね、まあ、あの、あとね、えーまあ、違う、違う人の紹介になっても、まあ、これちょっと置いといて。 まあ私を住んでる街もね、まだね、ステルス的に、あの、なんだろう、あの、YouTube やってる人もいてるし、ええー、いいと思いますしで、私は一応ね、あの、ええー、公然の秘密ということで、この街に住んでる。<laughs> みんな知ってるわいや、いや、私は、私の死んでるところは秘密だってなってる。<laughs> みんなもうバレてるから。 <laughs> バレてるけども、公然の秘密ということで、私の宣伝の街は京都の山奥という、そこまでね、そこまでは公開してる。うん。公認公開ですけども、あとはね、もうあの、あれね、公,公然の秘密ということでお願いいたしたいと思います。えっと、ヨッチさんのとこにね、話戻しましますね。本当に今ね、とチャンネル登録者931、それね、もうライブも頑張ってはるしね、うーん、ほん動画もね、一生懸命上げてはるんでね、ぜひとも応援してね、なんとかここはね、一気に、一気にですよ。 ね。中越に畳み込んでいきたいと思ってます。ぜひともよろしくお願いします。<laughs> 今日はこれで、ね、6, 6月6日ね、あのあ、配信なんでね、6月6日からどれだけのスピードで、こっからね、加速していくか。これはね、もうマサガミファミリーの力にかかってます。 これで、あのもうね、も、ま、うね、ヨッチさんはですね、もうもう、こう、ぐわーっと、いき、ね、こう、ぐわっとね、千人まで活かすることができなければ、もう私は無能だね。うん、ダメだ。もうデグの棒だね。デグの豚だね。私はね、そう思います。<laughs> 自虐系 YouTuber だ。ただね、ま、あいろんなね、こうやってね、YouTube、ね、いろんなジャンルの YouTube、なん,なんだろう、動画、いろんなジャンルをこうやって、よっちさんみたいに出してる方がね、あのー、あいつこう、ね、あのー、 うまくいくっていうのはね、ほんと嬉しいですよね。本当に。私もいろんなジャンルをやり尽くしてるタイプなんでね。まだしてないジャンルもありますけども、片っ端からいろんなジャンルでどんどん、もうキャンプ、キャンプブームみたいなキャンプ。最初ね、車中泊で行こう、だけで行こうと思ったんですけど、車中泊なんかそのしょっちゅうできるもんじゃないんでね。まあ、それであのー、 ええね、まあの、いろんな動画を撮るようになって、それからの、ね、あの、なんだろう、そのね、うん。あの、キャンプがブームでたま、キャンプ、キャンプをまたね、再びやり始めたりなんかしてね。キャンプ歴長いんですよ、私。キャンプ歴ね、あの、19か20歳ぐらいから始めてるんでね。確かね、18かな、なか高校の時確かね、あの、テントを買った記憶があるんですよ。え、ちゃうわ。高校じゃないわ。高校じゃない。中学卒業か。 中学卒業、中学卒業の時にテントあったな、もうすでに。え、ほな、15歳から私やってんのキャンプ。ええそんなことある確かね、9999円でテント買った覚えはあるんですよ。小遣い貯めまくってね。うん。ええー、それだけで、まあ、そうやな、そうやな。中学校の卒業式の時に、私、キャンプ行ってるもんな。あ,あもう、え、ほな、もうめっちゃやん。めっちゃ長いやん。もう40、40、45年ぐらいやってるやん俺。 やばい。<laughs> で、このレベルかって感じですけど。まあまあ、話それぞれすいません。ということでね、ぜひともね、今回の、ね、っちチャンネルさんね、えー、概要欄下の方にリンク貼っておくんでね、ぜひともお願いしますね。ほんとね、あの、頑張ってるんで、あと一息で鮮明だし、えっ、ー、とね、あの、ライブとかしてたら見,見に行って、そうね、時間も必要やと思うんでね、ぜひともね、あとチャンネル登録者数と時間の方よろしくお願いします。ということでね、今回はよっちチャンネルさんでした <laughs> そして、来週は、 あなたかもしれないということでね。毎週、えーと、火曜日はってね、私の、まあ、おすすめする YouTube、また次戦他戦で、あ、こう、おっちゃん紹介していい頭ね、紹介していくんで、えー、ぜひともね、遠慮なくね、もしかしコメント欄で見かけたら、結構コメントいっぱい来るんでね、コメント、もう、いいね、押すだけは目いっぱいなんですけど、まあ、まあ、コメントできるときは知るんですけど、まあ、実家の中々のコメントを全部読み切れてないというのがね、ちょっと、えー、現状なんですけどもね。まあ、そういうことですね。えー、ぜひともね、よっちサンネルさん、よろしくお願いします。概要欄に貼っとくんでね、ぜひとも、ね ねぶ飛んじゃってくださいお願いしますそれでは皆さんごきげんようまた来週ユーチューバーの早川みりょうのユーチューバーのスメのコーナーでお会いしましょう <laughs> バイナラ。